はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントレス君です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、色紙にイラストを描いていきたいと思います。お、色紙ですね。はい、さらになんで色紙にイラストを描くかっていうのはね、はいはい、この後告知が実はあります。お、なんでしょう。それをお知らせするためにもまずは色紙にイラストを描いていきます。はーい。色紙なんて書いたことねえで、よかったら皆さんもね参考にしてください。色紙にイラスト描くって多分普通あんまり経験ないと思うんですけど、うん、割とねそれっぽく見えるんですよね、色紙にイラスト描くと、うん、だからなんかその色紙に自分でイラスト描いてみて飾ったりしてみるとちょっとプロ感が出たりするので、なるほどね、うん、ちょっと普通の紙よりもね高くなっちゃうけどコストがね、うん、色紙は画材屋さんとか文房具屋さんにも売ってますので、うん、ぜひぜひ皆さんね色紙購入してまず色紙イラスト描いてみてください。はい、まあちょっと今日はね今までずっと色紙とかにイラストを描いてきたことがあるプロの私と、うん、色紙にイラストを描いたことがない初心者の S 君で、うん、まあ色紙に絵を描いてみたらどんな感じかっていうのもお話ししてきたらいいなと思います。はい、何描けばいいのこれ色紙に。あ、私 S 君描くから、うん、しんにーちゃん描いてもらってもいいですか。あ、もう事前になんか描くのは決まってるわけ、ね、そうだね。うん、はいはい。マジか、全然描いたことないから全然わからん。どうしたらいいんや。しんにちゃんどんなやつっけキャラクターが出てこない。いや、わかるけど、髪型どんなだった ?S 君が、しんにちゃんのデザインがわからなくなるという今、事案が発生しております。わかんねえ、マジで。どんなんだ、なんか、何か。私の方、今、水色で下絵を入れてるので、ちょっと皆さんには映りてないかなと思うんですけども、今、水色で下絵を入れてます。これからペンを入れていきたいと思います。え、やべえ。マジかよ。S 君が宅配便が来て離脱してました。アナログの紙とかに書く際なんですけど、なるべく私はこうやって書きやすい方向に紙を回して書くようにしてます。はい、ということで、イラスト完成しましたー。はい、描きました。色紙にこうやってイラストを描くとね、割とすごいそれっぽく見えると思います。うん、さらにですね、ここにね、サインを入れるとよりそれっぽく見えると思うので、うん、S 君、どうぞ自分のサインを他に入れてください。あれ、サインないんだよね。S 君、サインある？なんか、前みんなでさ、考えたと思うんだけど、うん、私入れてきますね。忘れたよ、俺サイン。あ、しかもサインって太い子で書くんだ。そうだね、そっちの方がなんかいいかな。なるほど、じゃあ俺もそうしよう。別にルールはないよ、なんだっていいんだけどね。なるほど。はい、私サイン入りました。じゃあ俺も入れていくか。はい、どうぞ。サイン俺超簡単だからな、うん、えなんて書いてある？ S 君。本当に S 君って書いてあるの？うん、これほら、あ、ひらがなで「くん」って書いてあるんだ。うん、俺も先生のパクロ。ちょっとなんか素人なのにぽいサイン持ってるね。ドロドロPドロ書いて。はい、ということでサインも書きました。はーい。すごいなんか S 君のサインがアーティストっぽくて私はびっくりしたんで、私のよりもアーティストっぽくてびっくりしたんですけど、なんかこうやって見るとすごい大物の人が描いた感じに見える。絵だけひどいけどな。はい、ということで今回ここからは告知なんですけども、はい、今までこういうね色紙を描いてきてはいたんですけれども、なかなか抽選とかでね欲しい人のところに行かないってことも多かったので、今回はこのサイン色紙をですね、販売するイベントをやりたいと思います。おー、なるほど。ちなみにですね、うん、書いてもらって申し訳ないんですけども、うん、販売するのはですね、うん、たっ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 たはい私のイラストのみになります僕のはねボツですよシンディちゃんと S 君バージョンを実はすでにですけど、うん、いろんなパターン、あれなんか S 君が続く、本当だ、用意をしております、うん、先生が一枚一枚手書きで書いてるから。そうなんです。イラストは全部超絶レアですよ。これはイラストは全部手書きなので、はい、こういうふうに違います。はい、で、こちら今色をね塗ってないのは、なんとですねそのサイン色紙を買っていただいた方には、うん、特典でですね、うん、1分間私と S 君とオンラインで、うん、喋れるという特典が。マジか、緊張する、緊張するよ。私たちの方が緊張するんですけどはい、でその時にですね好きな色を聞いて、うん、その場で色を塗りたいなと。あ、マジですごいね。一色だけど塗りたいなと思ってます。で、ちなみにこの色紙のこだわりとしては、私青いこのペンでラフを描いたんですけど、うん、顔の部分だけはね邪魔になっちゃうから消してるんだけど、うん、あえてラフの線をどんな風に描いてどんな風にペンを入れてるかっていうのを見てもらうために、うん、ラフの線は残すことにします。なるほど。水色だからそこまで気にはならないと思うので、もし嫌な人はね購入した後消しちゃってください。なので、まあ、よかったらそういうラフの線からペン入れするまでにどんなイラストになってるかっていう、それも参考にできるとかね。素晴らしい。そういう感じで、で、まあ、イラストはですねただ選べなくてですね、ちょっとどれが当たるかっていうのは、まあ、その時のお楽しみっていう感じになってしまうんですけども、はい、はい、よろしかったらね、うん、皆さんぜひぜひ、購入検討ください、うん、ただでもあれだよね、 S 君かシンディちゃんどっちが欲しいかっていうのは選べるんですよね。選べます、選べます。もちろん、確か枚数制限なかったので、うん、2枚欲しかったら2枚買えることもできるんですけども、ちょっとお値段かかってしまうので、そこはねお財布と相談してっていう感じです。で、詳しい購入方法は、動画説明欄のところにね、うん、URL もね、うん、購入できる URL も載せてますので、うん、そちらをご確認ください。はい、この後ね動画にもちょっと文章を載せておきます。はい。はい、ということで今回は、はい、色紙にイラスト描いてみた&告知動画でした。はい、色紙に描くと下手くそでも、うん、いい感じになるということですね。そうですね。あとちょっと言い忘れたんですけど、実際は、お名前もここに入れさせていただきますので、世界に一つだけの色紙、よかったら手に入れてみてください。いつか S 君も販売のレベルまで達して、うん、S 君の色紙も販売したいなとは思っております。僕はもう販売しません。サインが思った以上にプロっぽかったからね。幻の一枚。はい、ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。